日和赤坂の月の歌あなたを思う。夜ごとに姿を変える月はとても神秘的。そんな中でも赤い月ストロベリームーンを見ると幸せになれる、好きな人と結ばれる、そんな言い伝えがあるんですって。この作品で、ね、花日和より花日和結成10周年の記念として2020高知よさこいに滋賀県からの初の参加をします。皆様ぜひご一緒にどうぞ。あれ、オリオかな、オリオだって MC こっちだよ。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。花日和赤坂参ります。それでは皆様ご一緒に。そい、もう同じ月を見上げているあなたの幸せ、花日和の前に乗せあなたへの思い届けます。月の歌、君を思う。